けで今日のテーマはこちらです。勝手に BL CD ランキング佐藤拓也さん編です。やだ、私の第2位、ニンニン。ニンニンだ。そんなに言うなら抱いてやる。これは新しめで、はい、私まだ聞いてないんですよね、これ。はい、これはですね、いや私もこれちょっと積んでて買ってすぐはちょっと聞けなかったんですけど、うんうんうん、まあこれ私原作大好きで、あ、私も原作大好きですね。もうニンニンはほら今年 BL アワード攻め部門ね、はい、まあものすごいこう支持を得たわけですけれども、はい、新山先生原作のコミックスですね。で、あの BL アワードでも話題になった、はい、作品になっておりまして、これをこ、ね、佐藤拓也さんが攻めで、受けがあの寺島さんになっております。寺島さんね、寺島、寺島ってまだ出てくれるんですね。いや、ありがて、本当にありがて、超ありがたい、うん。はい、これはね、もうね、タイトルコールがもうドセメと。 DLCD ってタイトルコールあるじゃないですか、うん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 、なんかそんなに言うなら抱いてやるとか、うん、もうそこからしても優勝してるみたいな。いや本当にそう、もう本当にこれがもうもう優勝ですね、本当に優勝ですね。そう、本当そこでもう勝ったなって、勝ったな、そう、勝ちやな、思いました本当に。でこれはまあ、これ佐藤拓也さんがやるって言われた時だろうなってちょっと思ったんですよ、やっぱり。でこの前 のドセメランキングの時に佐藤拓也さん入れようかなってちょっと思ったんですけど、うん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 、でもやっぱり私佐藤拓也さんの受けも好きなので、はいはいはい、まあえてちょっとドセメから外したんですが、そうそう、単体で見るとやっぱりこれの攻め力はカンストしている。本当にうわ、超聞きたい、うん、聞こう。で昼と夜とで、昼はちょっとボサなんかモサい感じの冴えない、はいはい、そう、冴えないこうリーマンみたいなねいう風になってね、浦川忍さんとね、うんうんうん、いうあのちょっと本当に影の薄いみたいな、なんかいたのみたいな、そうそうそう、感じ の, あのキャラでもう全然目立たないんだけど、夜になるともう泣く子も黙るみたいな、もうブイブイ言わせてもうみんなお持ち帰りしちゃうみたいなね、そのバーみたいなところでね、うん、ちょっと有名みたいな、そう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 、っていうもう本当になんかありえないくらいのモテ男みたいな、うんうんうん、っていうその二面性がまずまあすごいんですけど、す本当にそれをね、なんだろう、本当に昼は冴えない感がすごい、ちょっとなんかヘラッとしてて、そうで、なんかこれはなんかみんななんかうわーってなるよなみたいな、うんうんうん、っていう風な佐藤拓さんでありながら、夜になるとマジでニンニンになれる。うわー、うん、お茶を聞きたい。いやこれ本当に本当に聞きたい。これはもうみんなそりゃニン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 って言うよなみたいな、いや言わないけど、そのバーの人は言わないけどなんかまあそういう風にみんながこう注目しちゃうよなっていうのは本当にわかるし、もうなんか佐藤拓也さんの攻めとしてのなんか技術が全部ここに詰め込まれたみたいな、いやでも確かにこう二面性のある役だから聞き分け、うん、演じ分けみたいなのもすごい楽しめそう、そうなんですよ。でそのニンニンのその夜のニンニンモードになった時も、はいはいはい、あの寺島さんがやっているあの光るって表や光るっていう、うんうん、まあ、ちょっとナルシストの天然みたいななんか感じのキャラが受けなんですけれども、はいはいはい、そのなんか光るちゃんに対して最初に接近して口説く時はめっちゃかっこいい、本当にスクリュードライバーみたいな感じでスクリュードライバーで、なんかね、なんかちょっとこう口説いてる感じのところは本当になんかめっちゃモテ男だみたいになるんだけど、それがそうちょっとこう芯に迫ってなんか声かけられるの待ってたでしょみたいな感じになった瞬間にカチッとスイッチが入って、もうマジでドセベになる、本当に。あ、これはひかるちゃん食われるなみたいな感じのドセベになるし、それに動揺してるヒカルくんもめちゃくちゃ可愛い。寺島さんのちょっとおどおど感のある、寺島さんのおどおど好きなんだよ、おどおど感のある、でもなんかちょっと勘違いしてるナルシストみたいなところがめちゃくちゃ可愛いってい う, う本当に濡れ場のところも、もうマジもう本当形容しがたいくらいの色気が出ている。ちょっと聞きたすぎる。え、お声質としてはどの辺ですか。結構低め。いや、そんなにびっくりするほど低いっていう感じではないし、まあ普通に中低音っていう感じだから聞きやすい佐藤拓さんの感じかなっていう、なんかたまにほら地の底を這うような土手をみたいになっちゃう攻めの声優さんもいるけれども、全然そんなんじゃないので、なるほどなるほど、なんだろう、佐藤拓さんビギナーにもおすすめしやすい感じかなっていうふうに私は思いますね、うん、いやしかもこのニンニンって役ってなんか かなりこう狙ってかっこよい、うんうん、もうなんかみんなかっこいい、素敵ってなっちゃうタイプのやつじゃないですか、うんうん、それはなんか佐藤拓さんがもう自分のキメッキメの声でやってくれると思うと、うんうん、もうそれは聞くしかねえって感じですよね、うん、そうなんですよ。でこれ本当に作品自体も結構コミカルで、バーにいる双子ツインズとかも結構可愛い感じでね、ツインズのなんかやいのやいの言う感じのあれもめちゃくちゃ可愛くて楽しめるし、本当にこれもさらっと聞けてリピートしやすい
作品だというふうに思ってるので、あの、まあ、ここから入っていくのもいいんじゃないかなっていう、ストーリー自体も結構正統派というか、そうですね、王道の感じでね、うん、なのでそう、ぜひそれもねいいと思います。白米姉さんのおすすめなら買うよ。いや、これはね、白米姉さんがおすすめしなくても聞いてほしい、本当に。いや、本当に聞きたい。だってもうずっとあのチルチルのトップページのレビューランキングでもずっと上位に入ってるので、そう、これはね、もう私は来年の BL アワードの、 あの BLCD 部門ではこれ食い込んでくるんじゃなかろうかと私は予測をしていますね。いや、これは来ますね、絶対、うん。